はい、どうもこんばんは、源です。今日も動画を撮っていきたいと、思います。今日のテーマはですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、これはちょっと実験も兼ねてということでね、やっていこうかなと思うんですが、僕の YouTube の、動画はですね、基本的にサムネイルと動画編集は、してないんですね。で、してないがゆえにですね、基本的に、動画が見られるには、チャンネル登録者の方か、あるいは検索からの流入、あるいはインプレッションでですね、今4000、5000ぐらいインプレッションあるので、右側のですね、おすすめの動画みたいな表示されるところからの流入が基本的に再生につながってるんですけれども、今日はですね、タイトルが分かりにくいタイトルをつけてみて、どれぐらい再生されるかということでやってみようかなと思います。で、話す内容自体は、そんなにね、変わったことではなくて、つい先日ですね、ツイッターをちょっと見ていたら、友達がですね、つぶやいていたことがありまして、これって本質だなと思ったので、そこをですね、話していこうかなと思うんですけれども、友達にですね、インスタグラマーの子がいまして、詳しい情報はね、ここで伏せておこうかなと思うんですけれども、フォロワーが多分1万人を超えていて、で、ツイッターの、フォロワーも多分1000人を超えていて、フォロワー数が多いかなと 思います。1万人のフォロワー数自体は今ではですね、珍しいことではないんですけれども、ある、特定の業界とかに限って言うと、多いかなということでですね、今インスタグラマーとして活動している子がいると。で、その子もですね、インスタグラム、僕の場合は皆さんご存知かと思うんですが、YouTube にかける時間っていうのは基本的に動画を撮る時間だけなんですね。なので、更新する頻度は、その日によってまちまちなんですけれども、この動画も多分、撮影時間が多分、長くても10分いかないぐらいかなに収まるので、これね、実はテイク3なんで、2回撮り直しをしているので、トータルで10分かなと思うんですけれども、サムネと動画編集をしないので、撮影をしてから投稿するまでの時間、トータルでですね、かかっても10分ぐらいかなと思うんですけれども、その子はですね、インスタグラムの一つの投稿するのに、2、3時間かかっているということなんですね。で、比較として挙げられていた、別の、TikTok をやっている子のなんですね、動画の投稿もですね、一つの、動画を投稿するのに5時間かかるって言ってたかな。それだけ編集とか、ポストを作るっていうのは大変な作業なんですけれども、ただ、続けている彼らはですね、それが楽しいと、だから続いていると。いうようにも言っていたそうなんですね。そうですよね。実際一つの投稿を作るのに、仮に3時間かかったとして、で、やっぱりインスタグラムとか TikTok なんかも、もともとね、知名度があったり認知されている方は別かと思うんですけれども、ほぼ無名に等しい状態で始めると、誰にも見られない、期間があって、反応もないですし、それを乗り越えて、フォロワー数がどんどん増えていって、反応とかが来るようになって、フォロワー数も伸びていくという時間にたどり着くまでに、やっぱり結構しんどいと思うんですよね。ただ、彼ら彼女らは、それが楽しいからやっているということで続けられているということなんですね。それはそうですよね。僕も実際フォロワー数がやっと今、18人かな。実は、YouTube のチャンネル始めたのが去年の2月なので、始めてから、9ヶ月かな、経ったのかな、10、そうですね、19ヶ月経ったのかな。なので、約1ヶ月に1人のペースでチャンネル登録者が増えているという現状があるんですね。で、先月、7月になったばかりなので、実質本当にね、毎月1人増えてるペースなんですよ。なので、今月早々と、勢いに乗って、このままですね、今月中に20人ぐらい達成したいなと思ってるんですね。で、ちょっと話それたんですけれども、僕自身も YouTube の投稿はですね、これ楽しくてやってるんですよ。なので、動画の、登録者がね、増える分にはね、嬉しいですし、再生されれば、もちろん嬉しいんですけれども、もともと別に、そういうつもりでやってないので、なので、時間を割かないというつもりもあって、ただ単にですね、動画を通して投稿するという、繰り返しを続けてはいるんですけれども、それでも楽しいということで、続いております。何が言いたいかというと、楽しんでやると。いうことが、すごい大事ですね。で、やっぱり誰かのためっていうのは続かないことだと思うんですよね。なので、自分自身が楽しんでやれているかっていうのが、何かを続けていく上では、大事かなと、思います。
一言で終わる内容を今日は5分かけて喋ってみました。今日もですね、最後までご覧いただきありがとうございます。よければ今月中にですね、20人登録者数達成を目標に頑張りますので、よろしければチャンネル登録と動画の高評価お願いします。今日も一日お疲れ様でした。